があったよね。鼻を高くして。何ができるの？売れる要素は一切ないやつだ。いりますって絶対。本当に。さあ始まりました寿司トーク。天ぷらこと大村です。藤山こと奈良崎です。よろしくお願いします。お願いします。今日は Go to the moon ゲームの回ですね。かき揚げの歴史を漁った回のコメントを読んでいきたいと思います。片賀さん、正直毎回トーク面白いのにこの再生数おかしいと思うわ。もったいない。ありがたいですね。ありがとうございます、片賀さん。ただね、片賀さんがこう言っている回を発表しているこの回すらまた見られてないから、まあ、しょうがないんですよ。フレッシュミートさん、普通に考えてかき揚げすごいな。一リスナーだった野球少年がトータルテンボスに憧れて芸人になって今まさに寿司ボーイズとして活動してる、うん、芸人としては絶望的にあれだけど人間としては応援してるぞ。B サムライさんですね。お笑いとしては薄い笑いなんだけどこのたまらなく癒される感じよ。3回くらいは今日の Go to the Moon ゲームってラストにやっていただきてえです。教室の後ろの男子館が唯一無二。あ、これはちょっと褒め言葉だね、うん、教室の後ろの男子館ね。確かに深い笑いはやってないですけれどもね、うん、こういう和気あいあい会、ほんと男子校のノリですよね。清天美さん、トータルテンボス好きすぎて沖縄から漫才を見に通ってます、うん、11月12日の西梅田での漫才を見に行ったんですけど藤田さんめっちゃ二日酔いっぽい顔をしてました。そしてトータルテンボスって名前もめっちゃ好きで勝手にトータルでてっぺんでボスるって思ってました。名前の由来を調べたら意外にシンプルで驚きました。偶然なのにめっちゃかっこいい。そのネーミングセンスの時点で売れるの決定していたと思います。これからもずっとファンです。動画も何よりも楽しみにしています。健康に気をつけてこれからも世界中を笑顔にしてください。うーん、ありがとうございます。伊勢美99さんですね。忍びがゾゾスーツ風パーカーを着て主役のかき揚げを食ってやろうという魂胆が見えて嫌でした。食い意地を張るのはうんこだけにしてる。ドット柄のなんかパーカー着てたね、うん、水玉着てましょうとしてたね。そうそう、いや全く意識してなかったのもう申し訳ないんですけど、うん、潰そうとも思ってないです。一番言いたいのが一つある。あなたが食いたいのはうんこじゃないんです。いや俺うんこ食ってねえんですよ。KN さん、面白い面白くないですき焼きを見てはいけない。なんでだよ、どっちかだろう。芸人なんだから、だから面白い面白くないで見られるべきなんですよ。ただそうは見てはいけないと、そういうんじゃないんだ彼はということで、良くも悪くも彼への注目最近集まってきてますよ。はい、まだ賛否のピの方が圧倒的に多いですが、サンもねちょっとずつ増えてるんですね。増えてますね。さあそんなすき焼きの今日はヒストリー、すき焼きヒストリーです。すき焼き、どうもどうも、よろしくお願いします。立て続けにね、かき揚げ、はい、そして歌舞伎と来てましたが、はい、何週かね、挟んじゃいましたね。はい、はい、ようやく来ましたね。どうしようか迷ってたんですよ、本当に行くべきか行かないべきか、あなたの。え、怖くて見ちゃいけない、こう、かさぶたみたいなね、あ、固まってきてるかなみたいな時撮りたいじゃん。そう、はいはい、したらね、流血じゃん。毎回流血なのよ、お前のそれ。ババン、こちら、うわ、めくりになってる。はい、今回力入れてます。めんどくせえ。はい、めんどくさいとか言わないでください。じゃあいきます、はい、まずはこちらから、うん、ババン、すき焼き、いらねえんだよ。いらねえんだよ、そういうの。いらないっすか。じゃあまず、1978年中尾家の長男として誕生します。はいはい、そこがマックスですね。あ、ここもマックス。やっぱ生まれた時は人間マックスなんですよ。もう何も知らないから、もう産んでいただけたという、この世に生を授かること自体がマックス、マックスじゃない。その考えは素敵ですよ。素敵な考え方ですね、それは。そっから落ちる一方だね。標準じゃなくてちょっと上なのかっていう。なんでですかね、僕そんなに常になんかずっと幸せだったんですよね。あの気持ち幼少期とか、はい、あの、ま、周りの、そうですね、お母さんたちからはやっぱ面白いねみたいなこと言われてましたね。あ、まあ、いとことか親戚とか、まあ、じいちゃんばあちゃんもそのもう吉本行けよみたいな言われるぐらい。もう、はい、ほいでここなんですけど、めくりになってます。はい、なんだと思います。いや普通の、それは普通が高校入学だけど、そんなのは許さない話だから、うん、違うんだろうな、うん、高校入学です。
すいません、いやちょクイズ形式とかにしたんですけど、ちょっとわからない、わかりやすいから、わかりやすい。なるほど、うん。で、まあ、高校ですね、うん、それでまあ大学でとりあえずその思い直そうというか、うん、もう一度よく考え、見つめ直そうと、本当に大学行けるのかと。そうです、お笑いやれるかどうか、とりあえず4年間かけて考えようと、うんうん、はい、で大学まで行ってもやっぱお笑いやりたいなって思ったら東京行こうっていうのを決めてまして、うん、まあ、相方探しっていうのも込みでこの福岡の大学に行くんですけども、うん、あの藤原ってあの一番最初に来たコンビの相方と出会うんです、うん、ほいでここで何かを始める、うん、始める、これちょっとなんだろうな、駅前留学とかかな、あー、うん、英会話とかでね、うん、あ、留学か、普通に、あ、まあ、始めるなもんな、ちょっと分かんねえな、タバコです、タバコをですね始めるんですよ。なんで急に、うん、路上ライブとかじゃないの？二十歳になったから、二十歳になったんでタバコを吸い始めるんですよ僕は。めくった時にどういう風になると想定して書いた？どういう感じ？タバコかいって。でタバコ始めて、こうなんかドーンと落ちるよ。はい。そういう何が？そう、本当何があったの？書いてね。これこそ隠して。書いてねえの。それを隠してってこと。何が？一番気になるから。うん、これはあのまずそこに行くまでに。このやっぱりお笑い芸人に結局なろうって僕は決めたんですね、うんうん、どうやって芸人になっていいか分かんなかったんで、うん、とりあえず僕が行きたい事務所というか、うん、事務所ね、はい、に電話して、うんうんうん、すいません、あの僕お笑い芸人になりたいんですけども、あの、うん、そちらでそうやってなんかそのオーディションとかやってないですかみたいな、はいはい、いや、まあ、やってないですけどとりあえずじゃあまあ来ていただいていいですかみたいな感じが電話で対話あったんで、うん、どんなところ？松竹芸能に行きたかったんです最初。じゃあとりあえず来てくださいみたいな感じで銀座のあそこ行ったら男性の方が、うん、じゃあネタだけ見ましょうかみたいな感じで、うん、でそこのなんかその事務所みたいなとこには当時よい子さんとかいらっしゃったりして、その方々の前で、うん、まあ、普通の事務所なんですけどオフィスというか、そこでこう一発ギャグじゃないですけども、うん、なんかネタをやったんですね、うん、そしたら案の定、あ、もうちょっとなんかそのちゃんと頑張った方がいいよみたいなこと言われて、覚えてるよその時のネタ。いや、それちょっと本当思い出せないですよ。最初に初めて人の前でやるネタ覚えてない俺たち、うん、今でもできるよ。本当ですか？やろうか。いいえ、はい、はい、お願いします。はい、ごめん、流れてる、絶対みんな見たいだろう。不正が悪いけど、やろうかってなんかやればいいのに言ってみて、うん、そしたらいいですね。ちょっと言ってかなかった。押しつけがましいからやめて。恐縮しちゃって、恐縮しちゃってなんかちょっと。何ができるの？ダメだなこれ。やめやめ。おいで。そこでもう一気にもう心が折れるんですよ。トーンダウン。のダウンです。どうしようかなって時にその藤原、大学時代の先輩だった藤原が先に東京に1年先輩なんですけど、東京に出てきて吉本 NSC 行ってたんですよ。ちょっとじゃあ一緒に組まねえかって言い出して、うん、ほいでまた藤原と一緒に組んで、うん、で他事務所をまた受けるんです、コンビで。今度はコンビとしてね、ホリプロに合格したんですよオーディション。その時のネタ受かったんだ。あ、ちょっと待って。なんで絶対覚えてるかな。やろうか。あ、大丈夫です。ちょっと良かったですか。なんかその事務所がそれこそそのバナナマンさんとかとまあ一緒になるとかいう中でちょっとこう若手というかもう切られてた時があったんですね。リストラというか、リストラというか、ほいでまあ僕らもまあそれにどうせ入るからここまで来たらというか、それでも切られるよりもじゃあこっちからやめてそのまあ藤原とも話し合って吉本に行こうっつって、うん、切られる前に、前にこういうことでつったらじゃあオーディション受けてください吉本の、うん、受かったんです吉本、うん、受かってね、はい、すごいね。 NSC だから僕行ってないんですよ。だから同期っていう同期がいないのが、まあ、ずっとネックというか寂しかったんですけど、うん、その吉本に受かったのがめくりだね、うん、2002年ですね、うん、いらないね、はい、これもね、いらないのこの先あると思うから全部取っとこう。
通るよ。ダメですって。いらねえもん。いりますって絶対。本当にいるの。本当にいます。ここからが本番です。止めないね。止めないです。マジで。入れるのが、入れるのが今までのはじゃあ認める。いらなかったと。はい。でこの先もじゃあ絶対必要なんだね。必要です。オッケー。でもし必要じゃないの出たらそれ1回につき3人から官庁ね。官庁からもちろん。官庁。そうだ。じゃあどうしよう。見せようかな。ここ行ってくれよ。もうここなんだ。うん、すげえ落ちてんけど。落ちてんの。なんやそれ。何にもないやん、これ。あれ、違うでしょ。あれ館長すかしだよね。ちょっと、それいらないよね。うん、やろう。よし、館長立って。よし、はい、見てください。力抜いてね。いくよ。はい。ああ、とてもありがとうございます。いい感じに穴に来た。じゃあ思ったより肉が先にあったから、はいはい、でも痛い。このぐらいしょ。だって表記がこれだもん。思ったより肉だったね。ズボン破けねえね。もうちょっと腰落として。あーや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 ー。あ、ダメ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 。マジで出る、マジで出る。あ、出る出る。もうない、うん、余計なの。あります。じゃあ取っといて、取っといて、それ取っといて。取っといて。余計なのがあったら取っといて。これやられるよ。すいません、もう取りました。全部取ったよ。タバコやめる30歳と危ない。10年続けた焼き鳥屋やめる。ほいで結婚とかもあって、ほいで一気にこう上がるんですね。でもそのあたりからピン芸人としての中おじさん誕生、うん、めくりはと思いきや、うん、寿司ボーイズの誕生ですよ。僕に火がつくんですね、ここで。これをお前が立ち上げたやつじゃないか。ちょっと勘違いしてほしくないんだけど、メンバーメンバーじゃない。メンバーじゃないんですこれ。じゃあなんで僕ここにいるんですか今。思い出がいいだから、うん、そんだけ。そうそう。あ、いえ、ただ持ち主だから出させてもらってるってスタンスなんですか。もちろんもちろん、俺たちがお邪魔しさせてもらってるからファンが。そういうこと。すごい、いつもファンな。そういうこと、うん、そうだよ。逆にありがたいですけど、メンバーじゃないんですか。違うよ、違うよ。で、ここでもう味方上がりで、もう2019年は、うん、もうマックスです。こっから第二の人生がまたスタートするという。ほんで、まあ発表を改めて食。はい、そうだね、ちょっとだから今まあね、知ってる人は多いと思う。まあまあ、寿司ボーイズライブボリューム1を見に来てくれた方はこの発表は聞いてますが、寿司ボーイズのチャンネルではそうですね、まだ発信はしてないですから、はいはい、改めて、はい、ちょっとあいつらはもう呼ぶじゃん。あ、じゃあみんな集まれー。トゥーリオかお前は。じゃあちょっと、はい、中尾、まあでも大丈夫でしょ、聞こえそう。中尾じさん発表お願いします。はい、私こと中おじさんはですね、中おじさんこと、すき焼き、すき焼きこと中おじさんですね、中おじさんこと、中尾ひろきはですね、今年の、まあ、この春をもちまして、お笑い芸人を卒業します。まあ引退といいますか、まあ、お笑い芸人を辞めるっていう、決断を、いたしました。で、まあ、長崎の方で、帰りまして、実家の長崎のに帰って、まあ、そこで仕事をするということを、決めたんですけどね。本当のこう皆さんにはね、非常に、お世話になりまして、まあ、こういった形で今ちょっとこうお話しさせてもらってるんですけどもね、もう皆さんに出会えてなかったら、もっと早くね、僕はちょっとこう芸人を辞めてたと思います。
だからもうここまで、やりたいなってこう芸人をやり続けたいなっても思わせていただいただけでも、ね、本当に感謝しております。ありがとうございます。でまた今までもね普通の、まあ、人間だったらもう味わえないような場所だったりね、人だったり本当に出会わせていただいてありがとうございました、ね、それとあとたくさんのもう笑いもねいただきて本当に感謝しております、長崎に帰ってもですね、まあ、笑われてもいいんで周りの人が、笑顔になれたらいいなって思ってます、これからも、まあ、寿司ボーイズの方にあまり参加できないかもしれないですけどね、寿司ボーイズ、どうぞ、よろしくお願いします。ありがとうございました。まあ彼もねこうやって言ってるもんなんですけど、やめてくれ、皆さんもね、まあたまにまた出てきてくれるかもしれないんで、はい、泣けよ。いや泣きそうになったんですけど、ちょっともうめっちゃ我慢しましたね。あれ、まあまあ時間差で来るタイプか。ああ、結局な涙腺を緩んでたということだな。泣いてんだろ。泣いてないです。じゃあ何してんだ。鼻を高くて言わせてくださいよ、鼻を高くて、はい、危ねえ、本当に泣きそうになった。いやーということで、これは本当なんだよね。そうなんです、本当なんですよ。別にものすごい今コメントがもう、はい、当然だ、当然だの、そりゃそうだ、あっとだ、やめてやめて、そりゃそうだろう、あの嵐だよ、そっちか、ね、嵐だろうけど、遅い、遅いくらいだ。ありがとうございました、本当にすいません、皆さん。いや、まあ、でも本当に彼は面白くないし、場を凍りつかせてたけどね、まあ、これは癖になるというかね、まあ、彼自身もそれは気づいてたと、はい、そうですね。だからまあ、まあまあと、春以降は来れる時は来ると。まあ、せっかくね、寿司ボーイズとしてやってきてるんです、うん、ですし、すき焼きという名前ももう命名したんですから。ああ、あります。2代目すき焼きとかは別に悲しいじゃないですか。逆にありがたいですけどもね。ということなんですよね。で、これに関してですけど、欠員が出てしまうんですよね、やはりね。欠員が出ますよ。まあまあ、このもう一人欲しいよね。お前ら2人だけじゃなくてもう一人欲しいし、はい、もうそんなわざわざ俺は入れなくてもいいと思うよ。まあね、すぐ入れたがるけどね。すぐなんか新しいものを入れたがるけど、お前は楽しいじゃん。新学期だったら楽しいね。、うん、確かにね。まあまあ、別れの時期だ、出会いの時期でもあるよね。一応ね、そう、流れで、うん、誰か新加入はあるかもしれないけど、はい、もしかしたらだから、すき焼きの推薦枠とかだったらありかもしれないね。すき焼き自身が、ああ、僕がこの人どうですかみたいな、僕の後釜にどうですかみたいな、いればね、まあそんな、いればまあこっちももちろん審議はするけど、うん、第一にやって売れる要素は一切ないやつだ。それが全然花がないやつ、条件がない、売れる要素が一切ないやつが集まったのは こいつらだから。俺たちを差し置いて売れるっていうやつは許さないから。そういうのは入れないんだよ。めちゃめちゃかっこ悪いこと言ってますよ。ずっと一緒にいてほしいから。あ、そういう意味で、そういうことね。売れたらやっぱり入れなくなっちゃうからさ。うん、その点安心する。安心する。あ、それとですね、はい、まあ送別会というかお別れ会というか、お、なんと私中尾さんのですね、はい、平成最初の単独ライブを、お、平成終わるのに。お、平成30年あるけど、平成最初の単独ライブをですね、うん、3月の26日、はい、火曜日かな、うん、池袋の、うん、ラスタ池袋で行います。ラスタ池袋で、はい、何時から、19時半を予定しております。7時半を予定しております。19時半の後です。いや違います、これは1週間前です。あ、ごめんなさい、一緒19時半からなんでね、ぜひあのお時間ある方は、はい、最後の中尾さんを、見に来てください。よろしくお願いします。二度と見られないすき焼き、二度と中尾さんライブ、はい、見に行ってあげてください。ぜひよろしくお願いします。ということで以上になりますね、また来週、さよなら。